七時の歌、坂村新民。弱音を吐くな、くよくよするな。泣き言を言うな、後ろを向くな。一つを願い、一つをしとげ。花を咲かせよ、う、良い実を結べ。鈴めは鈴め、柳は柳。待つに松風、バラにバラのか。いかがでしょうか。 坂村新民さんご存知でしょうかまあ現代詩人は私のこのチャンネルではめったにご紹介しませんけれども2006年に亡くなられている方なので、まあ、時代的には現代詩人と言えそうな気もするんですけどもただもう そういういいジャンルにはくくれないです、ね、まあいウィキペディア見,る見ますと仏教詩人というような書かれ方されてますけどまあ信仰の厚い方なんですけれどもただ仏教詩人という言い方は、まあ、私はしたくないですね。あの別段の宗教というものの影響がすごく強くて。 まあその宗教と詩が不可分であるというようなそんな感じはしないです。全く仏教とかキリスト教とかもうそういう信仰のない人もですね宗教とは無関係に感動できる詩でありますので仏教詩人という言い方は私はしませんね。普通に優れた詩人だと言いたいです。特に 2000年以降でいい詩を書いている書かれたという詩人は極めて少ないので貴重な方ですねまあですから私はそういうかなり新しい詩人の一人としてやはり尊い存在だという思いからですね結構坂村新民さんの詩は私 え、紹介というのかな？語ることは多いですね。まあ、ですけど、私の寺子屋というのか？一時試みで4 5。5人5。6人ぐらいの超少人数のワークショップやったことあったんですよ。その時にも坂村新民さんの詩を取り上げました。で、ごめんなさい。えー、この詩についてなんですけど、もまあ、解説の必要。 ありませんね極めてシンプルで分かりやすすぎるのでじゃあ詩としての完成度詩にはやはりミステリアスな部分謎,謎の部分よく分からない部分というのは必要じゃないかとここまで理解できてしまうのはいかがなものかと感じる人もおられるかと思います、まあ、実は私自身もそうです詩芸術という 観点から見たらどうかなと思いますよ私もただですよ私が思うのはこの七時の歌には私の、えー、今活動をする「こ心回帰」というものがありましてそのテーマに非常に近しいんですね。で最初「弱音を吐くな」「くよくよするな」「泣き言」いうな「後ろ向くな」要するに前向きですね。 人生肯定というのかな前向きに生きていきましょうよこれはもう私「仕事の回帰」頃会の中の根本ですもう何て言うかニヒリズムというのかない、こう遠征的になるのではなくて前向きに希望希望とか夢とかそういう言葉を私キーワードで掲げているくらいなのでまずそういうじ人生を肯定して未来に 希望を抱くねそういうことを語ってくれていると思いますねでもう一行目一つを願い一つをしとげ花を咲かせよ良い実を結べこれも新黒会帰のテーマの一つで要するに人の心というのは畑であるとですからその土を広く深く耕してそこに種をまき 水をやりそして自分ならではの自分らしい花を咲かせましょう自分らしい実を結びましょうというねそういう願いが込められているのでそれを代弁してくれているかのような詩でありますね。で「すはめはすずめ柳は柳」「松に松風ばらにバラの花」これもですねまあ同じテーマの詩で。 みんな違ってみんないいといとう、ね、金子美鈴の詩がありましたよねそれとテーマは同じだと思うんですよね「鈴目柳松バラ」それぞれも違っていいんだとでそれぞれが自分らしい、ね、生き方をすれば自分らしさを発揮していくそれ,それがまあ一番の、ね、輝きであり生きている喜びであるというねそういうことを ててくれいいるんだと思います、まあ、それくらい、まあ、説明してしまえば簡単に説明できるんですけどもなかなかこういう詩が書けないんですよ書けそうですごく簡単に書けそうな感じがするでしょうでもこの7字でですよでこれをこういう形で、まあ、視覚的にも美しいじゃないですかこういう並べるとできっちり出来上がっている。 で覚えやすいですからねだからそういう意味であえてえ語り継ぎたい名作詩編の中にも加えてみましたはいということでですねえ今回は「坂村新民の7時の歌」を取り上げましたあなたは何を感じられたでしょうか最後までご視聴ありがとうございましたそれではまたお会いしましょう